どうもこちらギター教室 GTMAX ギター講師の豊です。今回はゼンハイザーの CX400BT 再値下げ記念イヤーチップを変えてみましょう。 GTMAX。 このねゼンハイザーの CX400BT は音は結構気に入ってるんですけども、この付属のイヤーチップとの相性が最悪で、もう何やっても耳から外れるように動くので、CX400BT のイヤーチップを交換しようと思いました。CX400BT の動画でコメントでおすすめしていただいたアズラのセドナイヤーフィットセラステックというのを買いました。こちらですね。ちなみに Amazon ではアユートと記載されてますが、このアユートっていうのはブランド名ではなくて、輸入販売元がアユートという会社なんですよね。ブランド名はこっちにあるアズラの方がブランド名だと思うんですよね。このセラステックはいろいろなサイズがありセットになってるのがいろいろあるので、どれ買おうか迷ってたんですけれども、以前紹介したアンカーのリバティエア2プロでイヤーフィットテストをやった時に、まあミドルサイズよりかは小さめぐらいが自分の耳にはちょうど良かったので、ミドルサイズが中心で少し大きい ML と少し小さい MS というこのセットを購入しました。とりあえずね、開けてみましょう。これ開け方結構良くて、ここにちゃんとね、あの点線があるんで、ここから開けます。でそうするとこういう感じで入ってますね。まあ、ちょっとこれね、サイズの表記が載ってないんで、どれがどれかっていうのがちょっと分かんないんですけども、まあもうね、これ比べて測るしかないっすね、こうなってくると。このアズラのセドナイヤーフィットセラステックは TPE 素材を採用し、体温によりこの傘の部分が変形して耳に吸い付くようなフィット感を得られるということです。実際こう触ってみるとね、しっとり感というかペタペタ感というかそういうのがあるんで、カナル型で耳が合わない人にはこういったやつの方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。もしくは心配性な人はカナル型って基本合わないと思うんですけども、これであれば耳に吸い付くって書いてあるので、意外と相性いいんじゃないかなというふうに僕は睨んでます。まあ、それではね、 CX400BT につけてみましょう。とりあえずね、この真ん中のやつが多分ミドルサイズだと思うんで、ミドルサイズつけてみましょう。イヤホンにつけるとこんな感じですね。で耳につけるとこんな感じですね。こういう感じで、あの結構いいっすね。いや、なんかペタペタ感あるとか言ってるんですけど、僕そんなに気にならないですね、ここは。まあ装着感は付属のイヤーピースに比べればきっちりハマってくれるんでいいですね。ちょっとね、音楽聴いてみましょう。なるほどね。ですね、まず元のこのイヤーピースとこのアズラのセドナイヤーフィットセラスティックを音を比べてみると、やっぱり元のイヤーピースの方が音太くてバランスのいい音してますね。また音量もでかいですね、こっちの方が。セドナイヤーフィットのセラスティックの方はちょっと音小さくなるのと、あと低音がもうスカスカになってるんで、このゼンハイザーの良さっていうのが全く出てないなって感じがしますね。やっぱり少し小さいやつに変えてみましょう。1個サイズを小さくして MS で聞いてみましょう。1個サイズ下げたらこっちの方が僕の耳には合ってるみたいで、さっきよりかは低音出てくるようになりましたね。多分元とちょっともう一回ね比べてみましょう。なるほどね。付属のイヤーピースの方が、低音ははっきりドンって出てきて、ローミッドも出てるんで、まあやっぱり太くていい音だなというふうに思うんですけども、このセラスティックの MS の方、まあ M よりかはいいけれど、やっぱり音としてはちょっと軽くなりますね。低音が弱いのと、あと奥行きも微妙にないような感じがするんで、ちょっとここでいまいちかなっていうふうに思いました。で一回 iPhone でゼンハイザーのアプリを使って EQ でちょっと補正してみたんですけれども、まああの付属のやつよりかはちょっときつめにイコライジングをかければそこそこいい感じにはなるので、その EQ で補正して聞くっていうのがおすすめですね。まあ、やっぱね、こういうイヤーピースを交換するときっていうのは結構音変わるので、相性の良し悪しっていうのがあるんですよね。
今回同様 CX400BT にアースオブマリーのリダンプション ANC の EIP つけた時があったんですけども、やっぱりその時も装着感は良かったんですけども、高音がやたらと強調されて、CX400BT の持っている本来の良さっていうのは失われてたんですよね。やっぱこれね、実際つけてみないと分かんないっていうのがあるんで、やっぱバクチー要素ありますね。今回はこのアズラのセドナイヤーフィットセラステックのイヤーピースを使って GX400BT につけました。音は若干軽くなるけども、まあ我慢はできなくはないかなっていう感じの音になりますね。なのでまあ装着感を取るか音を取るかっていうような選択になると思います。興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。今回の動画参考になれば幸いです。この動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。